関宝田だ、字は、県、新末の将軍の指揮官。古南省東安出身。秀才出身。1852年、断連を率いて、太平天国軍と戦い、軍道に任じられた。1856年、劉長介に従って、厚生省を転戦した。1859年、太平天国の石誓いが、厚生省から、 湖南省に入って、法京を包囲したが、その包囲を解くのに貢献し、地府に抜擢された。1860年、湖南巡部、落兵省の命で1000人の兵を集めせ武けしえと、昭子、州、京陽などを天地海から守った。1862年、再び、厚生省から侵入したいした地海軍を撃退した。1863年、 太平天国の木踏金が、厚生省に侵入したため、孔忠義が、援軍に赴き、関宝田がその副将となった。妙州の桃系渡しで、木踏金を破って、厚生省から、太平天国軍を撃退した。孔忠義の死後その軍を引き継ぎ、厚生省に引き続き駐屯した。1864年、利与県、木踏金が、 厚生省に侵入したが撃退して、雲南アゼチに昇進した。その後降格したものの、南京の方囲に加わり、南京陥落後に、陽天皇、孔高史起や、漢王博氏等氏を捕らえて、元の官に服した。その後、奇襲アゼチに移動となった。1865年、関東省で諸省と共に、太平天国の与党の大海洋を破った。 1867年、苗族の放棄の鎮圧のために奇襲省に将軍を率いて赴いた。1870年には、苗族の根拠地の大久ぬ川を陥落させ、1871年に外離、外里、炭鉱を陥落させ、指導者の一人である岩大吾を捕らえた。1872年には指導者の長州麻友を捕らえ、苗族の放棄を鎮圧した。 その後、病であるとして、湖南省に帰った。ありがとうございます。